こちらは、SL をベースにして、作られたオールラウンドモデルになります。乗り味はやっぱり SL と同じくすごく張りがあって、抜けが良くてすごくこう安定感のある板になってます。で今までその、まあ、SL の下が SC という板がありまして、ちょうどその間がすごく空いてたんですけども、この CT が出てきたことで、まあ、SL で、まあ、こうどこでも滑るというよりはやっぱり CT に乗っていろんなターンコをこう、まあ、SL とか GS とか同じようなターンコをこう作りながらゲレンデをこう滑るのがすごくあのいいと思います。滑り出すとまず感じるのが安定感、うん、まあ、この MO プレートっていうのが、昨シーズンから出まして、まあ、前のセパレートタイプのプレートっていうのが SL とか GS についてたんですが、この、まあ、MO プレートになってから足元のグリップ、と安定感というのも抜群に良くなりました。 SC とか RC の下の1個下のモデルになります。オールライドプレートになってまして、MO プレートと違って、少しマイルドな、乗り味になってます。僕が乗って感じたのはまずすごく軽くて取り回しがいいでなんだけども、すごくこうしっかりグリップしてくれるしすごくバランスのいい板だと感じました。1級もしくはプライズの検定とかを目指される方、年配の方でも例えば SL とか SC がちょっと疲れるなとかいう方はやっぱりこの板がすごくおすすめです。トリプルラディウスっていうのはフィッシャーの、機種でいくつかあるんですけども、ラディウスが1つの板に、3つ、ありまして、まあ、トップ、センター、テールと、まあ、異なるラディウスが存在して、1つのこう丸いターンコというよりは、まあ、ターンの中で、スキーの動きが多少こう、まあ、前半の捉えが良くて、で中盤は少しこうマイルドになって後半の抜けがいいっていう、そういう乗り味の板になってます。プレートの方が MO プレートになったことで、すごく安定感という面では前の板より格段に良くなりましたので、うん、ある程度その足元の、まあ、安定感を作りつつスキーがこう、まあ、オートマティックでこう動いてくれるような、板になっていると思います。僕は硬いところもまあ、こういう緩んだ今日みたいな少し緩んできたところも滑ったんですけども、この板はあまりそういう雪面状況を選ばず、うん、板がしっかり反応してくれるので、まあ、斜面、雪質問わずいろんなところでこう楽しく滑れるんじゃないかなと思いました。